お疲れ様です。お疲れ様です。今回はですね、はい、秋葉原にやってまいりました。秋葉原ですよ、ここ。はい、どうしたんですか、秋葉原で、珍しく。現在、全日本さん、はい、開催中のイベント何があるかご存知ですか。秋葉原でね、はい、全日本プロレス、はい、ポップアップストア、そうですね、やっております。はい、今日は16日なんで、はいはいはい、確かに。開催して約、はい、5日ぐらい経ってるのかな。そうですね。はい、なんですけども、どのぐらいでにぎわってるのか、プラス、はい、あ、はいはいはい、様子を見ようじゃないかと。正式会長じゃないですか。正式会長として把握しとくという意味ではね、はい、確かに現場を見るという、はい、ね。でも、約1年ぐらいやってますけども、はい、YouTube を、はい、それだけじゃないでしょって思ってますよね、ちょっと。で、多少はね、なんかそのまま潜入してっていうのもね、ちょっと、はい、ちょっとなんて言うんだろう、スパイスがないよね。芸がないんで。そうそうそう、いわゆるそういうことも言う。気づかれたら終わりゲームしましょう。気づかれたら終わりゲーム。どうですか。僕に気づいたら終わり。はい、だっていて人がいたらもう終わりですじゃあ。まあそうだってポップアップストアに来るぐらい好きなわけでしょ、はい、プロレスが。普通にじゃあ買いに来た人は気づくでしょ逆に。いやいやいや、このまんまだったらもうバレるに決まってる。はい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 。そのまま入った瞬間終わりですよ。それ終わりですよね、人がね。ちょっと今回いろいろ用意してる。はい。あ、いろいろ用意してる。いろいろグッズを用意してるんで。あ、いい加減ちょっとスターオーラを消してもらわないといけない。あ、そうですね。じゃあスターオーラを消すための道具があると。はい。それちょっと用意してるんで。あ、やりましょう。まあそれをまとってもらって、はい、まあ潜入でファンの方へのドッキリでもありますね。ああ、そういうことね。はい。我々ミヤラケット YouTube からプレゼントだということで。結構ケンタさんにはねドッキリしちゃってるんですけど、はいはい、逆にこう、あ、ファンの方に。でもファンの方に向けてのドッキリって初めてかもしれない。はい。初なんで。はいはい。ちょっとやってみましょう。面白そう。はい、まあ。とにかくやってみようじゃないかと。ということで言ってください。行きましょう。はい。失礼します。ギャラピットの YouTube 着きましたね。これですか。うん、最初こちらになります、ね。おお。ね。あ、流れてるんですね。うん、SNS のね背景します。あ、書いてますね。18日。あ。あ、いろいろ特典がついてくるんですね。はい、あ、すごい。あ、これが。はい、乗ってます乗ってます乗ってますね、はい、これ、ああ、いいですね。いや、いいですね。これ、あ、これですよ。こういう旗も、わあ、すごいな。これってケントさんのあるんですか。いや、ないでしょう。これ、これで作ったんですか。ここは作ったんですよ。見たことないですよ、これ。あ、こういうふうに売ってるわけですね。はい。でまあ、ちょっとですね、現在完売中がね、はい、ああ、やっぱそうですか。まあ、多いんですけども、まあ、おかげさまでというか。おお、すごいですね。これが新しく最近。あ、本当だ。あ、新しいのも置いてるんですね。ということで、はい、見ててください、これ。すごいですね、宮原健人の YouTube、こんなことできるんですか。これ昔なんか見ましたよね、よくね、温泉のこういう隠し撮りだとか。まあ、本当はもっとテレビとかでね、これで段ボールとかで周り囲って隠すのがあれなんですけど。まあでもね、こう PR 動画、 PR 動画収録中っていう、さすがあなた方プロね、やることが。見てください、すごいよこれ。え、これでもう常に回されてるんですか。これ回してますよ、宮原健人の YouTube。 何でもできるよこれ。今後いろいろ企画増えてきたよこれ。ってことをちょっと見せたかったんで。いや、そうでしょ。あ、やっぱりせっかくやるんだったら。さすがでございます、宮原健人の YouTube。 さすがっすね、これ、はい、敵なしですよこれ。ってことで、お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。何しに来たんだよ。宮原健人の YouTube、ね、ちょっと今ざっと見た感じですけど、はい、入り口降りて、はい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 、結構すぐにこうドカンとね、ね、はい、ある鮮やかに各選手の、ね、グッズがありましたね。感じなので、はいはい、まあ、そのもちろんそのまんまの、ね、スーパースターの状態ですと、はいはいはい、確実にバレてしまう。まあ、そうですね、プロレス目的に来ている方が多いですからね、はい、まずは、はい、まあ、宮原健人イコール金髪ということで。あ、確かに、ね、髪の色はね、もうこの髪型もう 120% バレてしまう。じゃあまずはヘアスタイルから変えようじゃないかと、はい、これね、これがこれ、どっから持ってきたの。ちゃんと購入してます、ね、購入ドンキホーテで。 ありがとうございます。これをかぶると大丈夫ですか、ま、今崩れちゃうんで一瞬。これ崩れちゃうってことですよね、はい、まあ、でも一回やっちゃった方がいいですよね、はい、これ結構こんな感じですかね。あ、いいですね。これは何なの、この穴は。ここでいいの。ちょっとすいません、僕らも確認して。確認しなさいよ早く。
頭がちょっと切れた人みたいになってるじゃん、これ。昔、小学校の時から頭血出てて、これやってたよ、こういうニットみたいなやつ。あ、大変申し訳ないんですけど、まず、そのネットを首まではめてほしいんです。首まで？はい。マジで？一回首まで入れる。え、これはじゃあもう、いや、これは行くってことなの？絶対。嘘。マジです。行くじゃん。そんなギャグいらないんで。おい、ギャグいらないですよね。思ってるきついからこれ。で、そこで入れた状態を、要はこのヘアバンドに入れてほしいんです。これで完全に髪をなくすってことね。何をやらせてんだよ、本当に。これはいい加減にしろよ、本当。これはどうすればいいの？で、それでこれは上まで持ってくの？それで行きましょう。行くわけ。変装じゃねえだろ、演出者だよ、これは。いや、違うって言ってたから。これを上げるわけよ、こうやって耳まで。あ、いいっすね。ヘアバンド的なことでしょ、これ。はい。あ、これでしょ、これで。オッケーオッケー。完璧です。完璧でしょ。これで、マックスのサイズ。あ、いったかもしれない。違うよ。これじゃない？ちょっとおかしいだろ。ちょっと1が、あとは1調整だ。多分どっちが前なんですかね。だから、え？多分もうちょっと下の下のこのヘアネットをもうちょっとこう上げないと多分出ちゃうんですよ。あ、ヘアネットをもうちょっと上にこれぐらいだ。あ、そうそう、あ、そうそう、これぐらいいって。お、いたいた。お、だからあとはもうこれ調整するんじゃない？そうそうそう、かっけえ。ほら、あ、いいっすね。ほら、あ、これ意外と分かんないかもしれない。これでちょっとそこら辺の金髪の部分を入れちゃって、はい、若いっすね、なんか若く見えるね。韓流スターみたいじゃない、ちょっと。まあ、じゃあ韓国語だけ。いや、いいんですよ、そんな。でじゃないよ、本当に。今は、はい、まあ、多さはありましたが、はいはいはい、これで、いいよいいよ。黒髪には成功しました。黒髪成功したね。ただ、やっぱり今まだ分かっちゃうんで。あ、そう。ちょっと一応2種類あるんですよ。おー、メガネ的なね。はい、あ、2種類。まずこっちから行ってみようか。はい、これね。伊達目です。伊達。はい。お、ほら。すごい。すごい。なんか先生みたいじゃん。ほら。いいじゃない。これも。はいはいはい。これが伊達。これ伊達ですね。で、そっちがグラサン。あ、じゃあもう一つグラサンとあると。娘の。これはもう好みで。ほうほう。あ、おお。なんかこういう人いるよね。ちょっとうさんくさいなんか。こっちはちょっとイケてる感じだよね。はい、ちょっとなんか今風な感じで。で、こっちがちょっと塾の先生みたいな感じで。はい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 、こっちで行きましょう。オッケーです。はい、で、一応なんですけど、これすらもあるんですよ。あ、ニット帽。まあ、ちょっと全然感じないですけど、髪が隠れなかったらこれでしょうか。あ、でもなんかおでも、まあこれはこれで可愛いですよね。だから最初なしでいきます。はい、まず最初なしで。ちょっと乱れますよね、こうなると。まあでもね、こう、あ、いい感じ、いい感じ。すごいわ、もうこういう人見えてきましたね。今度のアジアタクとかもそれで出たわ。いいわけねえだろ。だからこ、あ、いいよいいよいいよ、ほら。でも、ちょっとやっぱりどう考えてもダメかい。すいません、本当に。何？あ、ここまで行きましょう。マスクまで行く。まだ今の時期、マスクは全然。まあ確かにね。はい、マジでわかんない。これいいじゃん、ほら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 。どうですか？いいじゃん、これ。これ意外とワンチャンマジでわかんないか。これわかんないっしょ。はい。ちょっとこうやって、しかもこうやってなんかこうさ、自信がなさそうにこうやってればさ。はい。あ、いいっすね。いいじゃん、これ。これでいきましょう。これでちょっと一発目潜入ということで。潜入してみましょう。はい。これ。これじゃあ来たらもうそこから隙間から出る感じですかね、バレる。そうですね。多分みんなまだこの時間的に仕事なんだよな。ですよね。これ来てくれないかな。俺は何でもいいっすよね。始め！
はい。いや、宮原健二じゃないです。だ、なんか買いに来たんですか。たまたま東京に来るタイミングだったんで。へえ、なんか目的は何か欲しかったんですか。なんか、はい、とりあえず見に来た。見に入ったやつ買おうかなと思って。へえ。こんにちは。なかなか気づいてもらえないから。どっちかなと思って。すごいですね。あれと思って。マスクもメガネも外して。後ろの金髪が見えて、はい、あれまずと思ってて。まあ、でも身長気にしないで。あ、ここ行って気づかなかったですか。もうずっといましたもんね。ここに全然気づかなかったですか。最初は気づかなかったですもん。そう全然気づかなかった。ちなみにちょっと映っても大丈夫ですか。YouTube ですけど、私、スタイルを仕事してて、あ、なるほど、はい、全然して、あ、確認して、確認してもらって、ずっとそこから撮ってるんですよ。これもあるんですよ。なかなかこれもありますから。ちょっと YouTube でポップアップに宣言して、気づかれたら終わりっていうゲームしたんです。素晴らしい、ありがたい、ありがたい、大成功。前日か。ああ、箱推しだ。そうだから、いろんな人の選手のグッズを見てるから、はい、あんまり誰でも誰が好きってのはないのかなと思って。あ、ただ俺のは見てなかった。このだから、あ、青木敦樹選手とか結構好きでしょ。なんか青木敦樹選手とかを見てたから、あ、青木敦樹選手かなと思ったら、こう意外とこう足の選手を見たりしたから、だから自らクリアファイルを持ったんだ。この辺を持った時にちょっと気づきましたね。これを持って、そう、こうやった時に、あれと思って、こうやってちょっと見たいよ、それを逆に。ただ一つだけ言いたいんですけど、宮原健人さんですか、違いますってやめてもらって。一番いらない。これってどうゴールなのかなと思って。だから俺らが来なかったらわけわかんないんで。そうそうそう、来いと思ったんですね。そうなるほど。震えが止まんない。よかった、ありがとうございます。気づいていただいて、ありがとうございます。ということで、一回確認してもらって、はい、もしダメだったら、まあ、最悪モザイクするんで、はい、実際の、はい、本当に普通に来たんですか。普通に、今日、私千葉なんですけど、はいはい、奇跡や。ちょっと渋谷に用事があって、帰り道だから寄ろうかなと思って。あ、びっくりしました。ありがとうございます。ちょっと電話かけて。あ、ぜひ電話してください。よかった、ありがとうございます。面白いな。すごい。よかったよかった。ありがとうございます。ちなみにこのチャンネルは見ていただいてますか。はい。見てます。あ、本当ですか。本当ですか。ちょ、小林も知ってる。だから来た時びっくりしたんだ。ありがとうございます。いや、嬉しいな。あ、そういうのが嬉しいですね。ギャラクスの YouTube。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、お疲れ様でしたってことではないんだけどね、別に。ちょっとね、見つかるまでがだいぶ時間かかってましたけども。だいぶかかったよね。まずね、最初その状態だと視線も感じなかったですか。視線も感じなかった。だからおそらくだけど、やっぱ買い物中って目的があるじゃない、はい、これを買おうって、はい、だから俺らが普段買い物しててもさ、そんなに気にならないじゃん、はい、やっぱりこれを買えてるのはでかいよ。やっぱ効果ありましたね。いや全然、だってほら、もう違うじゃん、この視界に入ったとしても、あ、別にこの色だから気にならないじゃん、はいはいはい、全く気づかないからマスク取っちゃったもんね。最初にマスク取ったの1回目、第1段階、はい、で取ったのよ、はい、でこれでもね、はい、なんかね、ファイルを違う選手のファイル見たりしてたから、はい、で宮原けどファイルをね自分で持ったわけですよ、はい、こうやってその時にちょっとこういう視線を感じた。逆に僕は見てないから分かんないけど、はい、だからおそらく気を使って声をかけなかったんだと思う最初。まあ普通に買い物に来てるでかい人っていう、多分だからやっぱこれとこれだけでもスターオーラ消しちゃうってことでしょ。そうなんですよ、こうやっぱりね、こんなところこれ仕込みじゃないからね。リアル違いますからね。ね、
やる違うんですよ、ね、まあ正直ちょっと待ったりはしてますけど、いやもちろんもちろんもちろん、そんなね、常に数百人来るじゃないんで、それそれそれもね、そうだけど、であとせっかく満を持して頑張って宮原選手ですかって言ったやつに対して違います一番やりたいです、いやだって俺さそこのゴールを考えてなかったのよこれって何を言ったら正解だったのはい宮原健人ですって言ってウィーっておかしいじゃん、だって待って、あそうか、気づかれたら、まあ、終わりっていうことでしょ、はい、なんで、ああよく分かってきましたね、ああすいません、そうなんです、ありがとうございます、ちょっと撮影してましてって言ってればいいの、はいはい、なんか急に腰芝居入るからかわいそうになっちゃって俺だけ、だから俺は見ないけど違います違いますって言って大出地小林ちゃんがブワーってハーって来るのかなと思ってすぐにタイミング合ってたんですね、タイミングめちゃくちゃ合ってた、あーなるほど、グーなんか違いますって言ってなんか何をお買い求めにみたいな、うさんくさいアパレルの人みたいなのやりだしたんで、そうだからね、あの辺であれこれって何の趣旨だっけなっていう自分でも見失った、あれこれバレちゃいけない方だっけなと思いながら、そうだ、宮原健人とバレたらいいんだね、まあ、YouTube ですも言わないから、そうそうそう、この人は本当に何をしてるんだって一人で大出ちゃん、小林さすがだね、あと助け声が感じました、はい、僕と小林出ただけの表情ですよ、びっくりしてたね小林ちゃんと俺ってうわーって言ってたもんね、健太さんの時なんかニヤニヤして、そう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 、ドキャーもなかった、びゃかったよね、はい、俺の YouTube だぞ本当によでも本当にリアルってすごいね、はい、俺ちょっとね最初の 1,2 分であれ俺って全日本プロレスで人気ねえのと思っちゃった結構すぐ行けると思ったんですか、意外と大きいじゃないですか、で私服とかも SNS 上げてるし、いやこれすぐで投稿としては持つかなと思っちゃったの、すぐそれはところどころ 1,2 分でも全く気づかれないから、確かに宮原健人がいるわけないっていう先入観があるから、もちろんもちろん、今後何か全日本プロレスイベントとかある時、宮原健人これ潜入面白いかもね、今日は初めてですけど、はい、もし何かイベントだったりあった場合は、もしかしたらあなたのすぐ後ろに宮原健人が立っているかもしれません、はい、皆様、あなたの街にこの宮原健人が現れるのも時間の問題です。それではまた。宮原健人の YouTube チャンネル登録、高評価、たくさんのコメントよろしくお願いします。宮原健人の YouTube 最高。